はい、皆さんこんにちは。ワナリゲルイシです。ハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、ちょっとですね、冒頭申し訳ないんですが、ちょっと風邪を、約3年半ぶりぐらいに引きましてですね、少し声が鼻声チックになっていて、もしかしたら聞きづらい部分もあるかなと思うんですが、ご容赦いただければ嬉しいなというふうに思います。では早速続きをプレイしていきたいと思うんですが、前回までにアフリカ戦線ですね、まずエジプト、スエズ運河、カイロ確保に成功したわけなんですが、一方ではですね、ちょっとイギリス軍を駆逐するために戦力をだいぶ使っているというところもあって、今回はある程度アフリカ戦線で、ケリをつけて膠着状態に逆に持ち込んだ後、イギリス本土攻略のための海軍の再編成を目指していきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。人的リソースがだいぶですね、不足してしまっているという一面があるので、そこをね、どう、カバーしていくかというのも結構大きな課題になりつつあるかなというところなんですよね。で、あとはですね、画面の方ちょうど出てると思うんですが、実は人的リソースがまた枯渇してます。人的資源不足って出てますけどね。なので師団をこれ以上増やすのはちょっと難しいかなという事情もあって、そうなってくるとやっぱり主要拠点に兵を重点的に配置していくしかないかなというところなんですよね。で、特に気にしなきゃいけないのが海軍兵力なんですが、今ちょうど海軍概要を見てもらってますが、戦艦2、従順が2、軽巡が9、駆逐が18で潜水が5っていう形でかなり軍艦の数が減ってます。なので、海軍の再編をする上ではまず艦艇数がちょっと不足してるというのをね、なんとか解決していかなきゃいけないというのもありますし、あと一方ではですね、今、補充更新を少しレートとして低めにしてます。兵站の部分ですね。ですので、ちょっと現場、特に前線に出てる兵士への補給が滞っているので、ちょっとここをね、少し慣らしていきます。すべて優先度中にして慣らしをしていきます。で、あとは建設できるところに、先ほどお話したような海軍の、なんていうのかな、艦艇を作るための基地をちょっと増強していかなきゃいけないかなと。いうとこなんですよね。で、作れるところってそんなに多くはないので、作れるところに確実に作っていくというところになりますね。これ以上戦線を拡大してもちょっと支えきれないんじゃないかという疑惑も出てきてるので。海軍の戦力がここまでね、ズタボロにされてるとはちょっと思わなかったからな。
回路がレジスタンスに抑えられてるってなってるけど、まあ正直、回路はもう、もはやどうでもいいといえばどうでもいいので。ちょっと前線の定義をし直していきましょう。イギリス軍を追い出したら部隊の再編成ですね。ヨルダンがまだ落ちてないですね。前回最後ヨルダンにね、攻略隊を送っていったと思うんですが。イギリス本土に上陸するためには何が何でもやっぱり海軍の再編成は必要なんですよね。まあ、陸路を通ってドイツまで行ってからドーバー海峡を渡るっていうのが現実的な路線だと思うんですが、それにしてもドーバー海峡一帯の制海権ある程度ないと厳しいですからね。その制海権を維持するためにはやっぱり艦艇数がどうしても必要かなと。このね、エジプトをはじめアフリカがやっぱり資源があんまり、まあ、多くはないというか期待しているほどではないというのもあるので、まあ、ちょっと難しいですよね。で、これで、軽戦車に関してはマックスまで鍛えたので、この後は、中級クラスの戦車へと変えていきましょう。で、それに伴えて軽戦車は軽戦車の第3段階へとリプレイスしていきます。イギリス領マラヤが、降伏と。臆病なマレーシアがもはや日本による圧倒的な軍勢の圧力に耐えることができなくなったと発表した。なるほど。ちょっと状況を見てみましょうか。で、その前に海軍航空隊の注力ができたので、この先さらにという意味では、大西洋艦隊ね。で、空母の研究もできたと。そしたら、次の空母研究していきましょう。
レンドリースは拒否する理由はありませんのでね、ドイツからの受け入れして、ではマレーシアの方を見ていきますか。どうなってるかというと、お、確かにだいぶ戦線が拡大してますね。で、マレー半島という意味では自由フランスがまだここに残ってますね。カンボジア一帯に。で、満州も、まあ、この辺りはいいでしょうと。で、あとはフィリピン。フィリピンはまだ独立を保っているか。ただ、この後の状況を見ると、自由フランスにはイギリスとアメリカが入り込んでますね。そしたら外交でタイを取り込みかけていきましょうか。タイはでもそもそも枢軸に入っている？ちょっと確認しましょうか。陣営か。お、枢軸に入ってくれてるな。いやー、やっぱ心のふるさとタイだな。ちなみにタイにはですね、6月の上旬に、1週間、まあ、7泊8日だったかな、今回は。で、ちょっとね、遊びに行ってきますんで、その様子はまたツイッターと、あと動画の中でもね、実況動画の中でもご紹介できればいいかなと思ってますので、そちらの方をお楽しみにいただいている方はですね、ぜひぜひ6月上旬、ツイッターの方をチェックしていただければなというところです。まあ、ちょっと打足ですけどね。で、タイに遊びに行った時にもですね、日中時間帯は、まあ、タイってやっぱりすごく暑くて、6月とかだともうすごい暑いので、まあ、日中はホテルでまったり、のんびり、ゆっくりしている時間も結構あるかなと思うので、一応、例によって収録機材を持ち込んでですね、収録できる範囲で収録もしていこうかなと思ってますんで、で、その時には、今ちょっと、企画の方を進められていないんですけど、過去の信長の野望全部やるシリーズですね、続きをやっていきたいなと思ってますので、信長の野望ね、過去作品を楽しみにしていただいている方も、タイの様子含めて、お楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思っています。お、歩兵装備をタイから提供してくれるのが、まあ、ちょうどね、タイの話してましたからね。では、そろそろどうだろう。ある程度、陸軍の経験値も溜まってきたので、ここで自動車化大隊を追加して、この戦車部隊をさらに強化していきましょうか。で、あとは歩兵部隊ですね、ここも自動車化大隊に機械化歩兵にしていきましょう。なぜこういうことをしているかというと、あんまり兵員の確保は、特に人的リソースですね、がもうあまり望めない状況になっているので、師団一つ一つのクオリティをちょっと高めていくしかもうないかなというところなんですよね。師団一つ一つを、まあ、強くしていくイメージですね。こんな感じにできれば一番いいかな。まあちょっと全然足りてないので保存ができませんが、この突撃機動軍用の兵員構成、
師団構成、師団編成もちょっと見直していきましょうね。自動車かロケットと、装甲兵員輸送車が足りてない。まあ、それそうだよな。ちょっとこれは足していきましょう。で、今、足りているものを減らしていけばいいかなと思うので、充足しているもの、対艦攻撃機が充足していて、近接航空支援機も充足か。だったら、これらを一旦消して、対艦攻撃機も一回消していきましょう。充足しているものは一旦消していって、ドイツがソビエト連邦に宣戦布告か。これはダメな流れができてるな。ドイツがモロトフ・リベントロップ協定を破棄してソ連へ、宣戦布告。まあ、ついに独ソ戦ですね。まああまり歓迎すべき状態ではないかなとは思いますが。で、作れてない近接支援機と対艦攻撃機も一応少しだけ稼働させておきましょう。まあ、独ソ戦ってなるとドイツのただでさえ乏しい。いや、ドイツ乏しくはないですね。かなりその戦域を拡大しているドイツが、どこまでその戦線を維持できるかっていうのはちょっと疑問だよな。どちらかっていうとね、イギリス上陸に全力を注いでほしかったですよね。味方としては。あえて、ソ連と、開戦する必要があったのかっていうのはね、ちょっと疑問ですけどね。さあ、こんなところでいいですかね。ドイツから参戦要請が来てますね。敵国は、まあいいとして、ソ連がここに加わっているかどうかですね。イギリス、自由フランス、ポーランド、イギリス領、マラヤ、カナダ自治領に、ニュージーランド、オーストラリア、インド領、インド帝国、南アフリカ、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ、オランダ領、インドに、デンマーク、ノルウェー。まあ、これは全然いいでしょう。ここにね、ソ連が加わってくるとね、ちょっと、尻込みしちゃいますけどね。そしたら攻略軍の2軍がどこにいるかというと、攻略軍の2軍がいるところを少し整理して、まずはイギリスを追い落としていきましょう。で、ポルトガルが枢軸か連合かというと、ポルトガルは独立してますね。じゃあ、あえてポルトガルと一戦交える必要はないので、どうだろう。この辺りを一つ、まあその、いやー、でもヨルダンは欲しいよな。ヨルダンは欲しいんで、やっぱヨルダンまでは、戦線を拡大していきますか。タンニーガ、ウガンダ。そうだな、このタンガニーカ、ゴム2の2あるこのゴムの、
生産拠点を抑えるところまでは進撃していきましょうか。ね。で、一旦アフリカ戦線はこの状態で止め置きをして、冒頭話した海軍兵力の再編をやっていきましょう。アフリカの安定化が図れればだいぶ楽になりますよね。まあ補充が十分にできていないので動くに動けない部隊が多くなってきてしまっているので、まあ、例えばこれを見てみると、消耗による影響を受けているっていうことで、どうだろうな。指揮系統率も55分の4。補給状態が61%。あんまりいい状態ではないですよね。イギリスの良い都市ができれば、まあ、だいぶいいですが、どうだろうな。資源マップ見ると、あと欲しいところで言うと、ゴム。ベルギーが持ってるゴム。6の5。まあ、ここで11と、さらにタンガニーカの2。まあ、このあたりまでは欲しいですよね。生産ラインを見てみると、今足りてない資源は、まあ、ないはない感じかな。一応全部資源としては足りてはいそう。ただ今後さらにね、必要にはなってきますからね。そう考えると足りなそうになってくるであろう資源に何があるかというと、今だと石油65、これ飛行機の数が減って軍艦の数も減ってるんで、石油は使う量が減ってる。逆に言うと、石油を使う装備品が減ってるっていうね、あんまり嬉しくない状態ですよね。ある意味では。で、アルミが97。これも飛行機をちょっと生産量を減らしましたからね。ってなると、足りてないものらしい足りてないものはないのか。今今っていう意味ではですけどね。ギリシャの駐留軍をどう使うかだな。今だと、対フランスの第一軍っていうのがいますが、まあ、これは、ちょっと名前を変えましょう。もう対フランス第一軍である必要はないので、イタリア本土防衛軍にしましょう。この発音バイアンを日本語化しているんですが、日本語の入力がちょっとできないので、メモ帳を使って、メモ帳側で入力した内容をコピペにしてます。で、これで、イタリア本土防衛軍ですね。イタリア本土防衛、第1軍にし、っていう意味で、1軍にしましょう。防衛1軍。1軍でなんかちょっとかっこ悪いな。防衛第1軍の方がいいかな。防衛第1軍。で、こちらが
対アフリカ第1軍になってますが、こいつの今主要任務何をしているかというと、アフリカ解放軍とかにしますか。アフリカ解放第一軍。まあ頑張ってアフリカを解放してもらおうという軍団ですね。でレンドリースはウェルカムですね。でギリシャ中流北軍はこのまま置いて、対アフリカ第1軍、これは、リビア方面に展開している部隊ですね。よし、じゃあこれをイタリア解放第2軍にしましょう。で、これが精鋭が揃っている部隊ですね。突撃攻略遊撃第一軍、なんか名前だけちょっとやたら長くかっこよくなりましたけど、でギリシャ中流南軍南軍ですね。で対北アフリカ第2軍は、今ここにいるんだな。そしたら空母を研究すると結構時間かかっちゃうんで、どうしようかな。次は軍艦でも研究しときますか。作る予定はないけれども。でどこまで整理したかというと、ここですね、対北アフリカの第2軍をアフリカ解放第1軍に統合しましょう。で、これは突撃攻略第2軍にしましょう。まあ、アフリカ攻略軍、解放軍の支援のために遊撃してきたっていう感じですね。さあ、これでいいでしょう。で、今、指令が出ていないところとかをね、見直していきましょうか。突撃攻略遊撃第一軍は、一旦、どうだろう。本土に戻すか、それとも、このイギリス領を侵略していくか、まあ、ベルギー領かな、どっちかっていうと。ベルギー領を攻略していきましょうか。勢ぞろいのはず予定ですからね。で突撃攻略遠征軍の2軍を一度本土に戻すか、ちょっとどうするか考えるとして一旦止め置きをしておいて、アフリカ解放第2軍がここにいるんだな。ちょっとだいぶ汚くなっちゃってるんで、この辺りも慣らしていきたいところですね。いやー、ついに独ソ戦が始まっちゃってるからなー。
これはドイツとソビエトがどっちが勝つか分からないっていう状況だとかなり危険なんで、ちょっと外交状況を確認しておきましょう。ソビエトとの不可侵条約は承諾してくれないよね。改善要求はしてるけど難しいと。いやー、独ソ戦に踏み切るのちょっと考えてほしかったよな。せめてね、こちら側にも一言二言欲しかったですよね。ソビエトは満州との国境に軍をかなり配備してますね。日本もはっきり言って戦線は膠着したと言っていいな。となると、この突撃攻略軍の第2軍は一度本土に戻しましょう。一度きっちり本土に戻して、で、独ソ戦を支援する動きに切り替えていった方がいいかな。まあ今戦線まさに膠着してると思うんですよね。独ソ戦に関しては。この重要拠点のスエズ運河に関してはドイツの3師団だけしか防衛に入っていないっていうのもちょっと怖いな。飛行機の基地がね、一個もないですね。この辺りにある基地にちょっと飛行機を展開しておきましょうか。戦闘機、航空部隊を編成するための人的リソースがないと。なるほど。ってなるとちょっとリソース見直す必要があるのかな。結構ね、厳しいですよね。これ以上徴兵をしていくとどうなんだろう。生産効率がさらに落ちるっていうのは目に見えてますからね。ちょっとそれはそれで考えもんですよね。
いやー、本当に悩ましい。どうしようかなー。まあ、ちょっと考えていかなきゃいけないですね。師団の編成はおろか、航空隊も編成できなくなってるっていう状況をちょっと考えていきたいなというところですが、時間が30分過ぎてちょうどいい頃合いになりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。